こんにちは。ただいまからリエティ BBL を始めます。私は本日のモデレーターを務めます、リエティコンサルティングフェローで、経産省通商政策局政策企画委員の福岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。米中対立の構造化、ロシアのウクライナ侵略、WTO の機能不全、経済の武器化など、日本を取り巻く国際経済秩序が、 揺らぐ中、リエティで経済安全保障の新たな地平と題したシリーズ企画を立ち上げることになりました。本シリーズでは、日本の対外経済政策の舵取りを担ってきた前経済産業審議官の、えー、経済産業省平井顧問が経済安全保障について大学等の有識者、ビジネスの現場で対応している企業幹部、 当該分野に精通ししたた政府関係者等と議論いたします第1回目の本日は東京大学公共政策大学院教授で公益財団法人国際文化会館地形学研究所所長の鈴木和人先生を講師としてお迎えし経済安全保障概論1アカデミズムの観点からと題してご講演いただきますさらに 平井顧問との対話を通じ、アカデミアと行政の双方の視点から経済安全保障について考える機会としたく存じます。なお、本日の資料は、後日ホームページに掲載いたします。それでは、鈴木先生、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、東京大学なるべに、えー 公益財団法人国際文化会館のの地形学研究所の所長を務めておりまますす鈴木と申します、えーまあ、あのご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私、地形学研究所の方でもこういうあの動画とかウェビナーをやっておりまして、どちらかというと質問する側なんですけれども、あの今回は質問される側に回るということで、えー、若干あの、ドキドキしながら、あのでもあの平井顧問とのお話を楽しみにしております。 本日はあの、経済安全保障をめぐるこの議論ということで、栄えーまあ、あ,の早ある第1回にあのお招きいただきまして、ありがとうございます。えっとまあ、あ,のあくまでもこう最初の第1回ということなので、まあ、概論的なところから、今日はお話し、えー、してもらいたいということだったので、えー、今日はそういうことで、えーまあ、大掴みのところで,です、ね、今の、えー、この経済安全保障というのは、どういうことを意味するのかという話をしていきたいと思います。 まず、まあ、経済安全保障の定義なんですけれども、まあ、これ、2020年のです、ね、自民党が最初にこの、まあ、現在の経済安全保障推進法に至る提言をなしたあのその報告書の中ではです、ね、この経済的手段による国益の確保ということが述べられておりまして、これはあの前の経済安全保障担当大臣である小林隆之さんも、 繰り返しこういうよういよな説明をされていますこれ自身が、まあ、あの多分一応の定義っていうことになると思うんですけれども非常にこの国益っていう概念が、まあ、やや大雑把というかざっくりとしているのでもう少し具体的なあのこの定義に落とし込むとですね経済的手段による他国からの圧力や圧迫に対して対抗しうる能力を構築することが経済安全保障であろうと。 いう,ふうに考えております、まあ、言い方を変えればです、ね、この経済と安全保障っていう言葉がこの重なるところに、この経済安全保障はあるわけですが、その中には、この安全保障的な側面、つまり国内社会の、ないしは国内経済の安定ですとか、まあ、維持、そして発展と。 いいうことがまあ含まれていくそういうことであろうと思いますしまあ外国からのですね圧力によってさまざまなえこの社会秩序の混乱ですとかそういったものを避けるということがポイントになろうかと思います。で経済安全保障が目指すべきまあ大きな目標として設定されているのがこの戦略的自立性と戦略的不可欠性という2つのキーワードであろうかと思います。 戦略的自立性というのは、まあ、あの簡単に言えば特定の戦略物資における特定の国家への過剰依存を減らすということで、まあ、具体的には例えば半導体ですとか例えばレアアースですとかそういったものをこれまで日本はですねさまざまな場面においてですね ある特定の国にこの集中的に依存してきたとでそれはまあその国でしか取れないというものももちろんありますまあ,あの例えば原油ですとか資源というのはそうしたこの地理的な限定性があるんですけれどもまあ例えばその半導体ですとかえそういったこのものについてはですねこれはあ,のある程度の可動性というかまあ,あのいろんなところで例えばあの今台湾 あの半導体は台湾でこの集中的に作られるまあ特に先端半導体は台湾が多いわけですけれどもそういったものをこう例えば日本にあの日本で投資を行うことまた技術革新を行うことによって日本で生産するというようなこともまあ可能になっていくそういうものである限りこり戦略的自立性というものを他国への依存を減らすために自国に投資をするというのもこれの。 えー、一つの戦略的自立性ですしまた、あ、他方日本でどうしても作れないものとか手に入れられないものっていうのはあると思うんですけれども、まあ、特に地下資源なんかはそうなんですがそういったものは例えば一定の国に依存するのではなくて他の国からの輸入も含めた多元化を進めていくというような対象にしていくことでよりこの相対的な自立性というものを高めていくということになると思います。 ただしここで問題になるのはその自立性がいいからといってすべて国内で生産するわけにはいかないと要するにこのある程度のところどこまでコストをかけてこのくらいのコストだったら受任できるでもそれ以上のコストをかけてこの生産の拠点を移すですとか輸入元を変えるというようなことをするぐらいであれば逆にこの自由貿易というか貿易まあリスクがあってもですね その他国が何らかの圧力や圧迫をかけてくる可能性があったとしてもそこでそういうリスクを取ってでも安い方を買うというこういう選択もあり得るだろうと思いますこの辺のどこのラインでリスクを引くのかリスクを取るのかっていうこともこの戦略的自立性に伴って考えるべきテーマかなというふうに思いますでもう一つのこの戦略的不可欠性の問題なんですけれども ここれは戦略的にに不可欠なな存在になること例えば日本の場合、まああのえー、地下資源とかでこのせ世界的に唯一日本でしか取れないものっていうのは、まあ、ほぼないので,で、えー、日本は外国に頼らざるを得ないわけですが技術の面に関してはこれは世界でも日本でしかできないものっていうのがたくさんあります。これは例えばあの、まあ、昨年10月にアメリカが 中国にに対する半導体輸出規制を強化した際にです、ね、日本では日本の製造している半導体製造装置これをアメリカは輸出規制をしてくれということで依頼というか要請をしてきたわけですけれどもこれはやはり日本が作っているこの装置っていうのが世界に他にない高い水準にありまた競争力があるものであるから。 ということが原因だったわけですでこうしたその世界でほ、えー、他にない唯一無二のものを作り続けるということが、まあ、国際的に不可欠な存在になるということはこれは国際競争力産業競争力を、えー、まあ向上維持するっていうことも意味していますし同時にですねもし相手がこの経済的威圧をこうかけてきた場合日本がこの持っている 唯一無二の不可欠な存在不可欠な製品を輸出しないなんてことになるとそれはそれで困ったことになるということである種の抑止力が働くというまあメリットがあると思いますただしここもやはり経済的な合理性との関係でバランスを取る必要があってこの唯一無二の製品を作っているのは企業なんですねですから政治的な安全保障上の目的のために この企業の利益を犠牲にしてよいのかまあないしは企業がどこまでその犠牲ないしはこう例えば他国に輸出しないというようなことをこう受け入れることができるのかということを常に検討しておかなければならないつまり不可欠性も持っているだけでは効果がないやはりそれを何らかの形で相手に対してこの不可欠であることをアドバンテージとしてこの力とすること。 これがまあ多分経済安全保障にとっては必要なことではあるけれどもそれをやるには非常にこの政府とこの民間企業の間のですねこのパワーバランスというんでしょうか了解をきちんと作っておかなければならないというこういう問題が生じてくるということになろうかと思います。で経済安全保障ののの鍵となるる、はです、ですのです依存による 脆弱性っていうことだと思います、まあ、これはあの国際政治を専門とされている方は、脆弱性ってよく聞く言葉だと思うんですけれども、相互依存論の中でですね、えー、まあ相互依存論には敏感性と脆弱性という言葉があって、何らかの形で外的な変化、外的な圧力によって、ショックを受ける。 っていうのが敏感性で,、まあ、敏感であるということはもうこれにしょうがない日本は食料でもエネルギーでも輸入に頼ってますから何らかの形で日本はこの外部の変化に対して敏感な存在であるしかしそこからどれだけ早く回復できるかどれだけそのショックに対して抵抗力があるかっていうのがこれが脆弱性が低い状態でこのショックを受けてそのまんまやられっぱなしになっているっていうのは脆弱性が高い状態。 にになりますのでこののでこ脆弱性をいいかか低めていくのか言い方を変えれば他国に対してどれだけ依存をしないようにしていくのかということがこの経済安全保障の鍵になるで逆に相手にどれだけ依存させるのか相手の依存を増やすことで相手,を相手の脆弱性を高めるということもまた経済安全保障の戦略の中に含まれていくことなんだろうというふうに思います。このようにですねこの 現代の時代というのは、まあ、一番最初タイトルのところに地形学時代っていう、まああのえー、と地形学時代という言葉を使いましたけれどもまさに地理的なこの、まあ、どの国にどの技術があるどの国にどの資源があるといったことどの国がどういった製品を作っているのかこういった地理的に規定される経済活動というものがまさに国際政治を大きく左右するそういう時代に来ているという意味で 地政学と経済学をまあ合わせた形で、今、地形学というものを、この我々はあは考えておりまして、その我々っていうのは、今やっている、私が所長やっている研究所では、そういったものの考え方を今、用いながら、国際政治を経済的な、地形学的な観点から見るということが重要なのではないかというふうに考えております。 でこんな中でですね、昨年5月に、この経済安全保障推進法という、まあえー、法律ができました。これはあの、世界に先駆けてですね、経済安全保障と名の付く法律を作ったのは日本であり、またこの推進法に基づいて、経済安全保障担当大臣という大臣のポストができたというのも、これも日本が初めてだと思います。で、えー、こうしたその日本が、えー、まさに世界に先陣を切ってですね、 この経済安全保障というものを法律化しそして政治的なポスト、まあ、大臣のポストにしたということはこれ世界にも結構なショックというか経済安全保障というものが今、 この地形学時代には重要なコンセプトなんだということで認知される大きなきっかけになったと思います。例えば今年の3月ですけれどもドイツのショルツ首相がですね閣僚6人を引き連れて日本に訪れたんですけれどもそれまでその前の年はもう日帰り、まあ、ちょうどコロナの最中だったんですが日帰りでもいいから中国に行きたいと言って北京に降り立ったショルツ首相が今年は えー、経済安全保障のことを聞きたいと言って日本にまああの来るっていうしかもあの、えー、その閣僚を引き連れてくるっていう、まあ、そういうこの、まあ、力の入れようで,でそういう意味での何、まあ、て言うんですかね世界においてこの先進的な事例先進的な取り組みをしているこの日本に対する関心というのはかなり高いというふうに言えると思います。 でそれらの中身ですけれどもこれはもうご案内の方も多いと思うので、まあ、簡単に触れておきますが、まあ、4つの柱があってサプライチェーンの強靭化それから機関インフラの安全性信頼性の確保それから非公開特許そして科学技術基盤の強化という4点があるわけでこのサプライチェーンの強化に関してはこのどのサプライチェーンつまり何でもかんでもコモディティとか日用品に至るまで のののこサプライチェーンを見るのではなく国民の生存に不可欠な物資でかつ広く国民生活経済活動が依拠している物資というまあ、いわゆるスモールヤードハイフェンスってこれはあのアメリカの、えー、ジェイク・サリバンという大統領アンポタンと大統領補佐官が言った言葉ですけれどもできるだけこのスモールヤード狭い範囲でこの サプライチェーンの強靭化を管理する対象を狭く定めるというこういう発想にこの乗っとったこういう法律になっています。でこのサプライチェーンの強靭化に関してもですね今11品目の中身がこうある程度こうはっきり出されてきていてそしてそれらのこのサプライチェーンをきちんと解析し それをどうやって安定させるかということになってきています。でまあこれがこのサプライチェーンの強靭化に対して取りうるこの手段として出てくるのがこの供給源の多元化ですとか備蓄を増やすですとか生産技術を開発する、まあ、代替物を開発するといった支援でありましてこれあの <laughs> 2010年にですね中国が尖閣諸島周辺で海上保安庁の船にぶつかってきた漁船の船長を日本があの逮捕したときにですねこ,のこの漁船の船長を解放しろと言って中国が経済的な威圧を意図したこのレアアースの輸出を停止するという措置を取ったわけですけれどもまあこのとき日本はあのそのとき対抗する すべもなくあの結果的にはこの船長をうまく解放してしまったわけですけれども、その後です、ねこのえー、このレイアースを使わない、えー、こうハイブリッド車の磁石を作るだとか、そういった形で代替物を生産しているというようなことで、まあ、この研究開発を進めることで、こうしたサプライチェーンの強靭化にもつながるというところが、一、まあ、つあの、このサプライチェーンの強靭化の鍵になるかなというふうに思っています。 もう1つが、基幹インフラの安全性、信頼性の確保ということで、これは設備の導入や維持管理等の委託の際、政府が事前にリスクを把握し、排除する制度ということで、まあ、国民の生命、財産に関わる基幹インフラ、これに関してですね、この外国の信頼できないところからの供給、安ければいいという供給ではなく、 信頼できるところからきちんとこの供給を受けそして維持管理等を委託するということでこうしたその重要なインフラに関してはリスクをきちんと考慮した調達を行うということがこの基幹インフラの安全性信頼性の確保ということになると思います。で非公開特許それから科学技術基盤の部分は まさにこの戦略的不可欠性を実現するための措置である、まあ、例えばこの、まさに特許というのは世界で唯一無二のものなわけですけれども、それをこの公開してしまうとです、ね、特に安全保障に関わる武器の技術に関わる問題になってしまうと、これを公開すると、まあ、他国にです、ね、そうした軍事能力の強化というものを、他国の軍事能力の強化に貢献してしまうことになる。 で近年はその軍民融合と中国が言っているように軍事と民,事、まあ、民間技術の,この差がどんどんなくなってきている民間,企業民間の使われる例えば AI ですとか量子コンピューターですとかさまざまなこうした民間の技術というものがこの安全保障上にも使われるようなそういう時代になっている。 であるからこそこの科学技術基盤の強化ということでこのデュアルユースといわれるこの軍民の両方に関わるような技術をこの経済安全保障のま不可欠性を強化するために強まあの推進していくというこういうことになっていくわけです。ただしここでも注意しておかなければいけないのは技術的な優位性だけでは このえー、十分でではなないいととうことなんですねそれをきちんと製品化し実用化していくということが重要で日本はしばしば世界に先駆けて新しい技術は開発するんだけれどもそれをこう実用化することに失敗するというケースが少なからずありますがそうならないようにしていくということがこの課題であろうというふうに思います。 でもう一つはその日本の場合これまで科学技術政策というのはキャッチアップの側面が非常に強かったつまり日本に足りないこの技術を増や,して、まあ、増やしていくというか追いつくためにやるこれはまあ確かに他国への依存を減らすという意味ではいいんですけれども不可欠性を高めるということにはつながってないというところにまあ問題があるのかなというふうにも思っております。 でこの地形学時代の経済安全保障を考える上で重要なのはもうすでに何度か言ってますけれどもこれまでの地形学地政学の世界っていうのは政治と経済が分離していたつまり政令経熱のように政治と経済は別物だというふうに考えられてきたでたとえこのリスクのあるような国政治的にと、まあ、対立的な関係ですとか政治的に安定してない国であっても経済は 関係ないまあ要するにその国に、まあ、例えば中国であれロシアであれそういった例えば日本からの投資や取引に対して介入することはないだろうなぜならばそれは経済的に不合理だからであるというふうに考えられてきたわけですけれどもそうしたこのグローバル化した30年という過去の30年間の間に我々は知らぬ間に経済合理性が最適な なこの合理性まあ内訳グロ経済的合理性に最適化することが経そのグローバル経済にで生き延びる最も有効な手段だというふうに考えてきたでそれは多分間違ってはなかったと思うんですで逆に言うと失われた何十年というふうに日本が言われてきたのはこの経済的合理性ではない合理性をまあ様々この入れてきたことによってこの最適化できなかったと思うんですけれども。 しかし、現代においてはですね安全保障上の合理性というのがこの経済的合理性を上書きするようなそういうシーンが目立ってきているつまり政治的な目的のためには経済的合理性を犠牲にしてでもこの何らかの形で経済を手段として使っていくこういうことが起きているだからこの他国への依存というのは安全保障上のつまり国家間関係において脆弱性となりうると。 いうような問題に今、えー、こう転換されてきているということなんだと思います。これが地形学時代の経済安全保障の問題で、こうした中でこの政治と経済が分離していた時は平和だったものがこれが一緒になる融合してくるとなると当然対立とか矛盾がある国家の目標のために民間企業の利益を犠牲にするといったことも起こり得るだろうと。 というこ,とでこれに対して政策的にどうやって答えを出していくのか、まあ、そのための対話をどうやってやっていくのかということが重要になってくると思いますでこれまではそうしたこの国家間関係を安定化させるメカニズムとしてルールに基づく国際秩序というのを日本は積極的に推進してきましたただしこのルールに基づく国際秩序というのはそのルールがちゃんと機能してみんながそのルールに賛同してくれればよかった ところが今はアメリカを含めですねこの自由貿易に対して背を向けるようなそういう国々が増えてきている例えばアメリカの場合ですと中産階級のための外交といいまあ例えば TPP からの離脱そして WTO のまあ助給員の任命をしないといったようなことでアメリカはまあ 時には保護主義と言われるようなバイ・アメリカン・アクトですとかまあ IRA のようなメイド・イン・アメリカを優先するそういう政策を取るようになってきているまた他方中国やロシアは力に基づく国際秩序っていうものをまあ推進してくるまあ実際ロシアは今力によってですね国際的な秩序を変えようとしているわけでえ中国に関してもそういったまああの傾向があり見受けられると。同時に今この 台頭してきてきいるのがグローバルサウス,スは国際経済の中でこのグローバル化の恩恵を受けてきた地域だとは思うんですけれどもしかしこのグローバルサウスがどんどんこの力をつけていくことによってかつての反植民地、まあ、植民地主義に対する反発ですとか、まあ、西欧西側諸国が中心となった世界秩序に対して自分たちも参加させろということで、まあ、このかつてのような この西側諸国がリードするような国際秩序に対して反発をするようになってきている、これとルールに基づく国際秩序というのがしばしばこの対立する関係にあるというのが現状なのかなというふうに思っております。で、こちら最後のスライドですけれども、じゃあこういう時代においてですね、このまさにリエティの中でまああの常に重要な課題となるのが、この自由貿易との関係ということになろうかと思いますま。この自由貿易 を基礎とするこのリベラル・インターナショナル・オーダーと言われるものというのは今まさに限界に近づいてきているとつまり国家間対立が経済の分断化というものを呼び込んではいるんですけれどもしかしそれでも経済的な総合依存というのは容易に解消することはできない。まままあ日本も中国に対してでですねこれまでえ かなり多額の投資をしてきましたし、今でも中国との貿易量というのは、世界で最も大きい貿易関係の一つになっているという意味では、この相互依存関係をそう簡単には解消できないけれども、しかしながら、その依存度、ないしはリスクっていうものを減らしていかなければいけないという状況にある。 まあそんな中で先ほど言いましたようなこのスモールヤードっていうのが一つの鍵になるつまりできる限りこのまあ戦略的物資に限定したこの市場の分断化まあ場合によってはデカップリングということもありますしまあその戦略的物資に関してはできる限りこのまあ信頼できるこの国々信頼できる相手とのネットワークを使っていくでこうしたそのグローバルなガバナンスを司るこの、えー 国際機関である WTO が十分に機能しないというような状況からここからミニラテラルといわれる例えば CPTPP ですとかクワットですとか貿易に限らないんですけれどもこうした単位としてはより地域的なよりスモールスケールではあるけれども それでもこの自由貿易ないしはこの相互に依存した関係を維持できるようなそういうこの体制がこれからまあ作られていくのかなというふうに思っていますで、まあ、最後にですねこの今後、まあ、経済技術安全保障が連続してこの政策の中で取り上げられるそういう時代においてですねこれまでのまあ どこに投資しても、どこと取引しても大丈夫だっていう時代は終わったんだっていう、この自覚を持つ必要があると思います。この点は、やはり、例えば経済学の世界でいうと、これまでの経済的合理性っていうものを、とにかく中心に、それを、それが実現できるのは正しい経済であり、正しい経営であるというふうなこう見方をしてきたわけですが、そこのところの考え方はやっぱりちょっと変更していく、ま。あ それは理想ではあっても現実そうではないという違うこの合理性が出てきているということまたそれがこのメディアの世界においてもですねこうしたこの現状を理解していく上で単にこの経済的に不合理であるように見えることであっても安全保障上合理的なこと例えばその最近で言いますとこの半導体の 製造装置の輸出,輸出管理の強化というのは、これはまあ日本はアメリカの影響を受けた、アメリカの要請を受けた形にはなってますけれども、同時にそれは日本にとっての安全保障上の合理性があると判断した結果、またそのメーカーの方々ですね、産業界との対話を通じて、合意したことが最終的な決定として出されたというようなことだと思います。でまあ 最終的にです、ね、この地形学的なリスクというものを経営上も判断していく必要があると思いますし同時にです、ね、政府もこうした地形学的なリスクというものを常に踏まえた上えで検討していく必要があるだろうとで、まあ、日本は先ほども言いましたようにこの経済安全保障という概念においては世界で、まあ、先に一歩先に進んでこの取り組んでいる国でありますから。 今後、政府としては、こうした経済安全保障の考え方をいかにして世界をリードしていくのか、こうしたこの政、官、財の間の,ですねこの融合を前提に、この日本がモデルを示して、どうやってこの経済安全保障というものを安定的に、そしてかつ効果的に実施していくのかということを検討していただければというふうに思っております。 ということで、時間になりましたので、私の話はこちらで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。